で、ももこれ夢の話もんねでその後、も江沢民政権はもう徹底的に反日ですからね、助けてもらった恩人なんて関係ないですもんね、まあ、そんな恩義なんて感じるわけないのに、もう違うんですよね、根本的な発想が。で、えー でそのチャイナはもうだから胡錦涛はとにかくもう経済を重点的にやりましたよそしてそのいわゆる軍事的な野心っていうのは本当にこれは見せずにねうまくやったと思いますねで2010年に GDP 世界になったんですよねそれはもう胡錦涛のやっぱりやり方その東初兵からのやり方したたかなや,やり方やり方自分のねその野心を隠しながらやるってやり方でうまくいってたんだと思いますね で2013年に習近平の時代になってやりだしたわけですよ。その今までひた隠しにしてきたものをバーンと出してもう買い物なしみたいな感じでですねその本性をむき出しにまあしてきたわけですね。でそれでもやっぱり13億、まあ、10億の市場というかやっぱりものを買ってくれる人がいる裕福な人がいるそれはやっぱり美味しいですから。 なかなかみんな、どの各国もこの手放すことはできないだからもう、なかなか中国べったりという国がね、まあ、本当、キャンベロン首相もそうですけれども。で、えー、メルケルさんがですね、あのついにやっぱり、対チャイナということに今、なってますよ、あの国内での,その中国資本の流入と、えー、出資というのを、えー、審査を厳しくしましたね。 えー、相当低いパーセンテージでもあの中国からの,あの出資っていうのはこれはもうきちっとチェックをしていくそうなりました、まあ、内実どうか分かりませんドイツはドイツなので、まあ、そこは見た目その周りに同調してやってるのかもしれませんけれどもトルコが、えー、これもやっぱりあの中国経済と、えー、こんな関係が、うん、薄いわけないですよ。 ですだけれども、もちろん中国と関係が悪くなれば、お金的に、経済的にもちろんマイナスを被る、そんなことは承知ですよ。でもね、えお金じゃない、えー、よりも重視しなきゃいけないことはたくさんあるわけです、それ,それが大事なので、だからもう、しっかりとウイグル問題え、これはもうひどいんだと、同胞がやられてるんだということをきちっと言いましたよね、エルダアン政権が。これは大きい流れです、そういうふうにきちっと表にそういうのが出てきているわけです。 一方でで日本ですよもう全くそういう流れがないと言いますか雰囲気がないと言いますかもう建国記念の日にですねまた尖閣の周辺に海警の船を出してくる日本国の大事な日ですよ。でそのの日日本国の大事な日に えー、やっぱり日本人がそれを大事にしていないのを見て取ってるんじゃないですかね各地さまざまなイベントがあったのも知っていますし大事にしてる人は知ってると思いますが街を歩いて道を歩いてその日本国の誕生日なんだ建国の日なんだっていうことが明らかに分かるようなその、まあ、街並みであったりとか、えー、と日々の話その,その日の会話の中とか、あのー、そういうのが非常になんか 薄かったと思いますね日本人自体が、まあ、もちろん根底で大事にしていると思いますが目にに見見ええててはなんか盛大にやってるよりも見えませんでしたね、うん、だからこれもやっぱり見てるとこよく見てるんじゃないでしょうか日本人が日本,人日本に対する気持ちっていうものを、まあ、節目節目の大事なものとかを、えー、やっぱり50年前100年前と比べて、えー、全く違う関心,な関心状態になっているということを見て取ってますよね。 うんだからやっぱり中国の工作がうまくそれもうまくやってますよでまああのスワップの話もありますねあの日中のねでもちろん一帯一路に全くえ触れなかったとはいええー、協力の感じですよで政治家なんていうのは本当は、えー、世界の流れがこうじゃなければもっともっと中国とべったりしたい人が経済界政界多いわけでしょ、うん、でメディアも悪く言わない 全く悪く悪言わないですよこういう実情とかひどいことなんてまず報じないですあのちょっと報じてもうん軽い扱いですよ。でそのアイヌの人たちに対してやっぱり70年代からチャイナはやっぱり関わりを持ち続けてきたわけでしょ恐ろしいことですよ。で非常に法律になってそれが通す段になるまで運ぶってことはこれはもう、えー 重要な力を持った与党の議員がやはりそういう方向性をきちっと明確に持ってやってるんですよねこれ明らかでしょうこんな今状態なんですこれ我々は本当によく考えてねでしっかり現代史を学んでそしてやっぱりまず原点として日米戦争がなぜ起こってで今どう えー、世界が動いてるのかってことを正しくですね客観的に、えー、理解をしてでよく考えなきゃいけない。はい、ではあのー、またこれお話は終わりです。チャンネル登録もお願いいたします。